第31話、スエコはおばのみえから、六名館の会館に向けてダンスを習わないかと誘われる。反対する母松をよそに、スエコはまだ見ぬ世界に憧れを抱く。一方、万太郎は東京大学に行く準備を進めていて。第32話、万太郎は博物館でもらった紹介状を手に、ついに東京大学植物学教室の門を叩く。 青長屋と呼ばれる校舎に足を踏み入れた万太郎は、植物研究の最前線を目の当たりにして大興奮。しかし、助教授の徳永屋講師の大久保にはあまり相手にしてもらえず。するとそこに、植物学教室の初代教授、田辺が現れる。第33話、万太郎は、東京大学植物学教室の教授、田辺に大学へ出入りさせてもらえないかと懇願する。 万太郎が小学校を中退だと知った助教授、徳永と講師、大久保は猛反対。教室は不穏な空気に包まれる。そんな中、万太郎の土佐植物目録を見た田辺は万太郎に興味を示し。どうなる万太郎第34話、万太郎は大学への出入りを許され、武雄も仕事が決まり、安心の二人。 万太郎から報告を受けた大学落第中の堀井は、にわかには信じがたい様子だったが、大学にいていい間は頑張れ。とエールを送るのだった。翌朝、万太郎は歌詞を買うため白梅堂に立ち寄る。万太郎は末子に好きな植物を訪ね、ボタンだと教えてもらい。第35話、東京大学植物学教室に通うことになった万太郎は、 学生たちの前で植物標本の制作をつなくこなす。手際の良さと植物の知識の深さに、みんなは驚くばかり。さらに、万太郎はボタンの花を描き始め、その巧みさに大久保たちは衝撃を受けるのだった。田辺はさらに万太郎を気に入り、徳永の不満は増すばかり。帰り道、万太郎は、ボタンの絵を持って末子のもとへと向かう。 S, S がなんとサブチャンネルを開設一つはゲームチャンネル。T フットボールプレイ動画をアップします。もう一つは Vlog チャンネル。車椅子で行った先々の旅の記録をお楽しみください。詳しくはこの動画の概要欄から。チャンネル登録してね。